But we stop rolling down and say, this one, Sidga Daisuki. Miss me? I'm flattered, but let's stick to the plan, eh? You alright? Never better. The ghost you've been chasing is inside you all along. Game of Braves. What's up, everyone? This is Juan Amaral from Game Braves. We have a very special interview today. This is not CGI. Next to me is Naoki Yoshida, producer of Final Fantasy 16 and Koji Fox, localization director on the same game. Guys, you do not understand how excited I am about this right now. Let's start with the very first question. So, flashback to the announcement of Final Fantasy 16, and they see Creative Business Unit 3's name on it. They see your name on it. Everyone is immediately excited. How does it feel to have that kind of expectation from the fans? いや、実はそんなに、なんて言うんだろう。自分たち自覚がないので、言ってもらうほどは、なんて言うんだろう。その、なんつったらいいんだろうな。難しいな。まあ、特に14をやってくださってる人たちから、すごい期待の声を上げてもらって、でいたところは見てはいたんですけど、まあどちらかというとやっぱりこう発表したことに対して、まあ、急に16来るんだとか、そのグラフィックスどうなってくるんだろうねとか、世界観どうなってくるんだろうねみたいな、いろんな議論が当然あったので、どっちかというとそっちを見てましたね。Flash forward to the future, 16 is out and it's pretty much everyone's very happy. I'm definitely very happy with it. Does it make you happy seeing everyone, you know?Like this baby that you worked on for so long, like come out to so much praise. まずは楽しんでいただいてありがとうございます。気持ち的には僕だけじゃなくて多分コージもそうだし、メインディレクターの高井やクリエイティブディレクターの真宙、スタッフみんなそうだと思います。まずはホッとしてるっていうのが正直なところです。で。やっぱりこう今の時代、一般のゲーマーの皆さんもやっぱメタクリティックのスコアって一番最初に結構気にされるし、特にここ1年ぐらいのスクエアニックスのタイトルが結構こうクオリティにムラがあって皆さん結構議論もされてたと思うし、7年ぶりのファイナルファンタジーのナンバーの新作っていうこともあってプレッシャーはやっぱかなり強かったんですけど、まずはその世界的な評価としていい点数をいただけたことと、やっぱりプレイヤーの皆さんの声がポジティブにすごく熱中してゲームをプレイしてくださってるっていうのを見たので、本当とにかくホッとしてるっていうのが正直なところです。ただもちろんそのホッとしてるだけじゃなくて、体験版を含めてこうプレイヤーの皆さんからいただいた、例えばモーションブラーが強いから切らせてほしいとか、カメラコントロール追従オフにさせてほしいとか、いろんな細かいフィードバックいただいていて、スタンドアローンのもちろんファイナルファンタジーではあるんですけど、今もう開発チームはそのアップデートに取り掛かっているし、近日中にはそのアップデートもお知らせできると思っているので、それに限らず今後16をさらに遊びやすくしていくための努力っていうのは引き続き続けていきたいと思ってますし、まあ、僕ら今回そのゲームデザイン上でもファイナルファンタジー16としてこう選択と集中っていうのをやってきたので、それらの経験を生かしてまたその大きな根本的な部分では次の CBU3 のタイトルにまたしっかりつなげていきたいなっていうふうに思っています。 Now that you're in Malaysia, this is a legally obligated question I have to ask. So you've come all the way to Malaysia. Have you guys tried durian yet? 昨日の夜のディナーでまさにその話題が出て、トライするのかしないのかみたいな議論をご飯食べながら1時間ぐらいして、そのご飯食べてたショッピングモールの中でドリアンが売っていたので、スタッフがドリアンを買いに行き、みんなでまず匂いをテストするっていうところからスタートしてました。食べた？I ate some, yes. He asked me if I ate some. 僕は匂いのテストをして、とにかくお腹がいっぱいだったので遠慮しておきました。
The secret to good durian is you don't buy it from the supermarket. You have to find those people selling it by the road. That's where the good stuff is. Ah, そうなんですね。Okay. I'll remember. 覚えておきます。覚えておきます。Definitely remember that. So the next group of questions are more about the gameplay. And I noticed, because you know, we all talk about Final Fantasy 16 being this action game. But when I was fighting bosses and it came to using iconic skills, I realized that the approach is more like rotations in an MMO. Like, you know, you use gouge to break stagger and then you do this. And it's quite clever, like combining those MMO style stuff with the action combat. And combined with like the bosses having floor markers and stuff. Was this an intended design decision? Like, did you want to have those kinds of MMO-isms in there? これね、確かになんかプレイヤーの方でもそれをなんかおっしゃってる方いるんですけど、おそらくね、多分それイメージが先行していて、あの僕らがやっぱファイナルファンタジー14を担当してるからっていうイメージが強いんだと思っていて、多分 CBU3 がその14担当してなければあれを MMO だとは思わないような気がしてます。でそれぐらい正直言うと意識してないです。全然特に今回のそのコンバットディレクターを担当している鈴木亮太は16の開発の途中から参戦してくれたメンバーだし、もともと14 の別に開発携わってるわけじゃないから、で今回のそのアビリティのローテーションみたいなところっていうのは彼のアイデアなので、そもそも多分だからそこは関係がない。で唯一あるとしたら、メインディレクターも今回高井がすごくバトルでこだわったのは、その14って MMO であるからこそなんですけど、攻撃してくる敵の予兆とかこれから攻撃をするよっていうところって明示的に分かりやすく伝えてるんですけど、今回シックスインがアクション、リアルタイムアクションになるからこそ、敵が何かをしようとしてきてる。どういう場所にどういう攻撃が来るのかっていうのは、ちゃんと分かりやすく伝えてあげることで、ちゃんとプレイヤーがそれに対処できるようになるっていう、その分かりやすさの明示っていうところは、14ですごく良かったところなので、シックスインでもちゃんと採用したいって、高井がすごいこだわったところなので、そこは MMO っていうよりも14の DNA として良かった部分を引き継いでるとは思います。 There's a lot of comments about Yoshida-san's history playing Black Mage in 14. Considering how much of 16 involves having to manage different things like Torgal and rotations and your combos and stuff, was that from the Black Mage history? だって僕プロデューサーであってディレクターじゃないですもん。し but did you see it and enjoy it though? ただ僕はゲーマーを自称してるので、当然シックスインを一番最初に客観的にプレイするっていうのが今回僕の仕事でもあったので、僕自身をすごい楽しめてるので、ただブラックメイジだからとは関係がないので、そこはちょっと強くね、ブラックメイジとの関連性は否定しておきたいです。ただ今回の16のバトルっていうのはもちろんリアルタイムアクションになってはいるんですけど、極限のターンベース、速くなったターンベースとも考えることはできると思っていて、どの敵を攻撃するかを選び、実際自分のそのアクションの MP っていう管理はないけど、 MP の代わりに今お話にあったようなその召喚獣アビリティの管理っていうものがちゃんと存在していて、で実際そのリキャストが回ったら最速で使えばいいわけではなくて、もうテイクダウンが間もなく取れるんだったらあえて控えておくとか、指向性がちゃんとあったそのコンバットアクションになってると思ってるので、そこはやっぱり亮太君と高井さんがめちゃくちゃこだわって作ってったところなので、そこは非常によくできてるっていうふうに思ってプレイしてました。 There is a character in Final Fantasy 6 whoNamed Shadow, who also fight using a dog, and it's later revealed, spoilers for Final Fantasy 6 by the way, that his name is Clyde. So did you guys like find it funny that your main character was also has such a similar name? Yeah, それね、めっちゃ偶然ですよ。めっちゃ偶然。Yeah, that's just 100% by chance. That's not on purpose. めちゃくちゃ偶然です、それは。Yeah, just by chance.When I first saw the whole Huntbot system, my first thought was, please let there be a red chocobo here. And then, sure enough, Dread Chocobo showed his face. And considering how much red comet
caused problems in 14. Did you guys feel the need to tone down Red Choco Meteor? Because I noticed it's dodgeable in this game. I can actually dodge it in this game compared to 14. Yeah, もうなんかそのなんて言ったらいいんだろうな、これニュアンスが難しいんですけど、まあまずいてくれてるだけで、そのまあレッドチョコボのこれまでのね逸話を知ってればちょっとニヤッとできるじゃないですか。でもね、毎回めちゃくちゃ強いだと、それはそれでね、なんかこう、なんて言うんだろうな、オマージュしすぎ？あの、14はそもそも、その、コンセプトがファイナルファンタジーシリーズのテーマパークであるっていうのを、あの、コンセプトにしてやってるからいいんですけど、16はやっぱり、独立したタイトルとして楽しんでもらうことが全てなので、なんかあんまり固執してそういうことをやりすぎないようにっていうのはプロデューサーの僕から注意してたので、多分そのせいなんじゃないかと思います。This is basically our last question for today. The internet will kill me if I don't get to ask you this like point blank. Like, are there any plans for any DLC?まあ、そうですね、まずは今回その一本の単独の作品としてしっかりこう描ききる、 DLC がなくても 100% 楽しんでもらえるっていうところを目指して作ってきたので、まずはそれを出せたっていうところがあります。ただその上で、プレイしてくださった皆さんから、ぜひこのバリスゼアっていう世界の物語をもっと見たい、もっと知りたいというふうに言っては今いただいているので、基本的にはポジティブに考えていきたいなとは思ってます。何かしらちゃんとご報告できるタイミングが来たらお話しようとは思います。もうちょっとお待ちいただければと思います。There you go guys, we asked him. No more messaging my inbox saying like, why aren't you asking him this? Like, we got your answer right there. Thank you guys so much for the interview. I should have you guys know, like, the first session I played for reviewing for Final Fantasy 16, I played so much that my hand started to hurt from doing too many combos. And yeah, it's just been an absolute blast. Like, I was so excited to like get my hands on Odin, because the Odin style is like so much fun. But thank you. Thanks. Do you have anything to say to the fans before we head out? Hi.いつもファイナルファンタジーシリーズ、そして、まあ僕らね、CBU3、14、16と担当してきて、本当にたくさんの応援、熱い、メッセージ、いつもありがとうございます。今回、初めて、この、東南アジア地域来れて、で、直接ファンの皆さんにも、ね、昨日も、その前、おとといもお会いできて、また、ものすごいたくさんのポジティブなパワーっていうのをもらえたので、第3開発事業本部も、戻ってですね、みんなにそのパワーを伝えて、また皆さんにエキサイトしてもらえるようにね、14ももちろん、どんどん続けていきますし、また新しいゲームにもしっかり役立てていこうと思いますので、引き続き応援の方よろしくお願いします。Thank you so much for watching our videos. Don't forget to give us a subscribe if you'd like to see more, and like so we know what kind of content you want to see. Got suggestions for new content? Let us know in the comments below too. Thank you so much again for watching. Take care, dudes.